これ全然美味しいシュークリームでしたよ。ダブルデイジー。ジョージです。ゆうかです。サットン、私たちは劇団4ドル50セントだ。参りました。はい、今回の企画はバレずに激辛まるまる食べきれるか選手権です。いけます？激辛大丈夫？余裕。まあ、ルールを説明します。ルールは3つのうちに1つだけ激辛が入っております。バレずに食べきれたら勝ちです。最後にせーので指を指して自分以外の2人に刺されなかったら勝利となります。はい、はい、ということでね、まあ役者だからね、基本的にね、辛いもの食べても辛くないのをやってって言われたらやらなきゃいけないから、辛いもの食べても辛くない表現ができたらそれは立派な役者だと思うよ。今もうピキッてやってるから、じゃあ行ってみます。今回、食べるものはこちらです。はい、シュークリームです。このシュークリーム今3列あるんですけど、このどっか1列に激辛が入ってます。クリームじゃなくて、からしが、からし、からしか。この4つ食べなきゃいけないんだけどね。はい、この1列全部入ってるから本当にわかんない。結構きついですね、4つ食べるのは。だから順番でいこう。ゆうがこの列、はい、うん、はい、俺これ、あ、どうぞ。じゃあ俺真ん中、うん、じゃあ一斉ので食べていこうか。持って、よーい、アクション。まあね、やっぱりシュークリームの定番だよ。ドラッグスイーツだから。大丈夫、行こう。OK。 で、最後2個一緒に食べよう。はい、行きますよ。大丈夫？大丈夫です。よーい、アクション。だいぶ上司涙目じゃない？そんなことないよ。いやでも結構優雅も怪しい。美味しかったよ。なんでそんな目が黒なんか。私すっごく怪しいなって思って。逆に。そう、あえて水飲まない感じが。でも俺も上司は怪しいと思う。涙目。いや。これ全然美味しいシュークリームでしたよ。観覧の人。あゆこどうだった？いやでも逆にさっと怪しくなかった。なんで？ね、そう。ゆうかちゃんの前に出したんだけど、お芝居どうかな。そう。はい。ジョージは？あんま見てなかったじゃん。見ろよ。はい、じゃあということで結果発表いきたいと思います。はい、辛いの食べたと思う人を指してみましょう。はい、行、はい、きます。せーの、おう、お、優雅、優雅、俺。なるほどね。ということで結果発表いきたいと思います。結果発表はじゃん、俺です。うそ、俺ですっていうかマジでふざけてんだ。くそかねえわ、ほんとにきつかった。周りにはすごいよ、全然喋る。しかも、あの、臭いずーってずっとこう匂ってたから、涙出てくるし、それで「ジョージどう？」とか言ってマジで。いや俺もう優雅かと思って、優雅演技うまいね。いや俺のことだろそれなの。観覧さんどうだった？ちょっとね、サトスは我慢しながら食ってる感が、そう、まあ、出てたか。でもね、俺一応今これ勝利ってことですよね。よし、あーよかった。ありがとうございます。マジで本当に嫌だわ。
この企画嫌いという感じで、この演技が上手かったでもいいし、これが面白かったなったらグッドボタン、ぜひお願いします。チャンネル登録してない方もぜひチャンネル登録お願いします。という感じで、劇団4の60セント激カラーを丸々食べてみてくれる人でした。勢いで